回収するんだ。ダイヤモンドドッグズの重責を担ったスタッフ、うん、それだけに。これも自分でカメラ撮れます。敵の奴から情報を聞き出そうと必死だろう。一刻も早く助け出してくれ。まあグラドセロスでよし裸、やっぱり裸でしょ。ネイキッドなんですね。いやいや裸になれるんで。あ、なれるんですか。なるほど。はい、はい、まずはですね、ヘリに乗って潜入開始ポイントに移動します、はい、これどっちでも見れますから好きな方向で見てください。どこでもおりますけど今起きると死にますんで、はい、それでもしっかりしてますね。安全地帯にマーク見えますので、はい、そこまで書いてありがとうございます。この辺どこでも行けます。ヘリをどこで降ろすかも自分で決めれます、ね、なるほどなるほど。はい、到着したようですね。じゃあ降りてください。はい、裸が似合う男ですね。これ結構ね、筋肉ついてる。最初はもっと痩せてるんですけど。それはそうなんですか。はい、では最初にまず馬を呼んでもらいましょう。はい、この辺り口笛はちょっと選択できるんですね。アフリカでの馬をよくことができると。あ、来ましたね、馬ね。はい、はい、じゃあ馬乗って周りをちょっと見てください。はい、はいはい、馬ね、馬もどこでも呼べます。ほうほうほう、はい、まあちょっとね、交換がちょっと当たってたんですね。これ男子は必ずやりますね。まあね、はい、まあ、あの辺もミッション行ってもいいですけど、ほうほう、まあ、こっちなんで今日は。じゃあちょっとマップ開いて状況の確認をしてもらえますか。はい、アイドロイド、はい、来ましたね。これマップなんですけど、はい、こっちジャングルが広がって、 あそこがちょっと怪しいと。あそこに行きます。ターゲット予想、今回のミッションは。はい、はい、で道沿いに行ってもいいんですけど、馬なんでちょっとね、行きにくい。そうですね、ジャングルちょっと行きにくいなと。なんで馬やめます。やめます。馬はいいけど、せっかく呼んだけど返してください、はい、で、まあ、馬を置いていくんかというお叱りありましたけど、実は戻せます。フルトンで出ました。キッチンに戻せます。何言ってるけどねえ、それはまあ、はい、はい、じゃあ崖側から回りまくりましょう。はい、でこの向こうに崖があって、はい、ショートカットができるんですけど、ええ、ここで新しいギミックが。おあんたネイキッドじゃないか。気づかれちゃいましたね。ほら、そんな格好では危険だ。そりゃそうでしょう。趣味じゃなければ何か着るんだ。趣味って。呼吸を指示してくれ。ツッコミどころがたくさんありますね。じゃあせっかくなんで新しいスーツを主演補給してもらいましょうか。はい、もうヘリでダンボールで送ってもらって、ちょっと崖の上に今指定しました。なるほど、これわざと崖の上に今。はい、時間短縮。なるほど。クラッククライミングで登れそうだ。おお、ああいう割れ目があるんですけど、はい、まあここは登れると。おお、すごい。あ、そういうことなんですね。今回は登ることが、まあ、ロボットアームなんでぶっ刺して、はい、アイゼン代わり。あれ敵のヘリなんで、はい、見つからないように行きましょうね。アームちょっと今回何かキーポイントになりそうですね。ちょっとね、赤じゃないでしょ、はい、で色が違うんで、あれ別のロボットアーム。おお、ということはちょっとまあ、素手の方はしんどいんでね。あ、来ました。あ、さっき頼んだ支援補給が届きました。ダンボール、もうね、宅配の時代ですからね、やっぱり。さっきパラシュートどこ行ったんですか。はい、そうです。パラシュートで運びました、はい、パラシュートは燃えたんですかね。はい、痕跡を残す。これ、新しいスネーキングスーツ来ましたね。新しいスネーキングスーツ、はい、ブーツも調子いいだろう。まあ、裸でもいいんですけどね。おうおう、服の着替えはこのようにできます。なるほど、はい、ちょっとそういう意味でマザーベースを育てるのが一番楽しみになってきたんですけどね。それはもしかしてその靴も最新作か。これそいつなら君のライフスタイルにフィットする。これはこの後紹介する、プーマさんで紹介する。これ発売します。ただの CM じゃないですか。いや、これむっちゃようできるんですよ。見せすぎ情報です、はい、なるほど。はい、はい、頂上にたどり着きました、はい、ちょっと後ろ向いてもらえますか。まあ、ショートカットですね、はい、はい、おー、まあ、これ全部行けるんですよね。行けます。今行ってもいいですし、行かなくてもいいですけど、今用意なのこっちの奥なんで、はい、はい、じゃあ奥の森の方に進んでいきたいと思います、はい、この奥森なんで、はい、ほとんど視界が通らないんですよ、うん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 、はい、
どうするかという話ですね。ということですよね。はい、でこの黄色いロボットアームは、はい、ちょっと違うことができるんで今からお見せしますが、はい、ちょっと見通しが悪いところだと双眼鏡が使いにくいので、はい、そうですよね、まずは何をチェックすればしにくいんで、いいかちょっと調べたいと思います。ロボットアーム、ピンレーダー、ロボットアームでできるんですね。で生物に反応します。悪いのが敵かどうか分かりませんけど、ええ、小動物から動物からあれ反応してます。なるほど、機械には反応しませんけどね。はい、生物探知できる。であのところをまあ自分見てみると、敵がいましたね。いました。あ、でこれが、はい、アナライズ中です。アナライズ分析して、うん、今能力値が出たんですけど、ちょっと A のマークついてますんで、はい、結構いい敵兵です。これはあのマザーベースで開発したからできるんですけど。そういうことなんですね。はい、あ、それによってまあ倒すか、はい、ということができる。まあ、いらない兵士は取るとしない。しないということですね。はい、で今2人、まあ、ちょっといい兵器なんで捕まえてみたいと思います。はい、これサプレッサー付きの麻酔銃ですね、うん、はい、はい、あ、おダメです。あ、ヘルメットかぶせた、ヘルメットかぶせたんで、はい、まずは弾き返されました。見つかります。ちょっと敵の注意をそらしたいと思います。で個人兵器、はい、これ何ですか。バルーン、バルーン、どうですかこれ。なんですか。デコイ、デコイ、ウォースウォーカーでも出てきました。あれ喋るんですよ。え、大塚さんの声で音と人形で敵を隠らせて、はい、ちょっとアホな兵士さんが今、ね、向こうに行ってますけど、ちょ今注意引きつけて、はい、あとホールドアップして、その間に、はい、あ、気づかれました。悔しがってます。はい、はい、これであの2人の優秀な兵士ゲットできましたので、うん、はい、まああんなバルーンで誤爆させるような兵士はいらんのですけどね。まあね、あとで基地に帰って、はい、説得して仲間になったら、まああるんですね。はい、この先もですね、まだまだ見通しの悪いところが、はい、ずっとこういう状況なんで、なるほど、ちょっとここで、はい、強力な助っ人を呼びたいと思います。それがまさかの先ほどの、はい、バディの一人ですね。ほう、え、ちょっと待ってください。バディの一人。はい、クワイトさん。バディの一人って。クワイトさんを呼びます。なるほど。もまあカズはクワイト嫌いなんで、はい、やめてくれと言いますよね。言うてますけど。シマトもらしなんぞと。カズの趣味ではないんですよ、多分ね。もう趣味の問題。ボスが好きなんです。ボスが好きなんです。なるほど。はい、ちょっと今パラシュートの影が映りましたけど。はい。はい、あ、おお。マザーですから。この人はもうヘイロー効果も得意ですからね。まあ、だって、はい、あなたが来ました。こむちゃくちゃ強いですからね、この人。そうね、はい、やっぱりスナイパーですね。スナイパーです、はい、攻撃中ですからね。小林さん、ちょっと見てみましょうか、うん、まあ、目の保養にもなりますけどね。なんで見たんですか、これダンサー。うなずきました。あ、まあ、でも敵か味方かわからんのでね。そういうことですよね。あ、まあ、いいですね、この教官と弟子みたいな。じゃあ、ここからクワイトの力を借りて戦闘を再開したいと思います、はい、作敵を、うん、まずですね、はい、狙撃ポイントをして、はい、そこに潜んでもらって、はい、あのプレイヤーの潜入をサポートしてもらいます。あくまでもじゃあサポートという形なんですね。あ、いろんなことができます。もっちゃくちゃ早いんでね、これ。早っ、早っ、いや、見えない、はい、まあ、一緒に戦うこともできますが、基本はスナイパーなんで、はい、あの索敵とか諜報活動してもらいます。なるほど、なるほど。で、今、緑のマーク、はい、あそこでスナイピングポイントについたということ。あ、まあ、ちょっと銃声が聞こえました。ありましたね。これクワイエットの銃声とは違いますので、なんか、近くにちょっと敵が潜んでいるようなので、はい、慎重に進みましょう。なるほど。まあ、BGM も変わりました。だから敵がいます。敵が、ほうほうほう。あ、クワイエットが、森に潜む敵を発見してくれましたね。あ、今の生物探査のツナじゃなくて、はいはい、クワイエットが、お、これ緑のなんですか。レーザーサイトです。あのポイントしてます。で、あのまま狙撃命令も出せるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、はい、あの敵編もちょっとゲットしたい。プレイヤーがどうするか、はい、で、鼻歌を歌ってたと思うんですけど、あれが合図です。ポイントしました。ほー。で、まあ、あの彼女に打たせることもできますけど、やっぱり、まあ、自分で打ちたい人はこういうふうに、うん、なるほど、なるほど、はい、まあ、ポイントされてること知らないんで、かわいそうですね。フォ、はい、ロードアップして、まあ、こんな間抜けの兵士もいらんのですけど。でもフルトン回収と、まあ、ちょっとね、最初は人が必要なんで、そうですね。見つかりましたよ。見つかりました。ちょっと大丈夫ですか。あ、え、今のはクワイエットがヘルメットをクワイエットで送ってくれたんで、ヘッドショットできます。なるほど。まだいるか。ナイスコンビネーションです。そういうコンビネーションもできるわけですか。はい、はい、
敵か味方か分かりませんまだいきますかなるほど。ちょっと天気が悪くなってきました。あ、天候の変化を確認。あ、ちゃんと出るんですね。あ、雨降ってきましたね。強くなってきましたね。これはちょっと視界があんまりさらに良くない。まあ音はね、はい、聞こえなくなるんですけど、はあはあ、敵の気配もちょっとプレイヤーさん気づきにくくなりますね。なるほど、はい、まあこのように結構いい感じですよね、うん、あの潜入じゃなければね。そうですね、はい、じゃあちょっと加えたこの先さらに潜入してもらって、はい、今回ですね、先ほどの狙撃場に潜むんではなくて、はい、指定エリア全体の探敵をしてもらいます。おお、はい、また早いですからね、見てください。なるほど、猛烈に早いです。移動開始しました。今裏っ側を、はい、いやこれおばさんじゃないですよね怖いんですけど、はい、アオン族ですはあ、じゃあクワイエットの役割としてはそのマーキングも先にいってくれるんですか？索敵してマーキングしてくれます。ほう、拠点に到着しましたね、はい、クワイエットが、ね、で、次々と敵をマーキングしていってくれてます、はい、あれもう彼女がしたんで、まあ、あいつらをどうするか自分が決めると。はあ、なるほど。これでだいぶ潜入がしやすくなりましたということですよね。まあ、いいとこはボスに任せるという基本をね、あのうちのスタッフと違いますけど、はい、いいとこ取りじゃないかと。やっぱり、ね、雨降ってるとちょっと視界が良くないんで、そうですね、ちょっと天気を変えたいと思います、ね、はい、でここで皆さんずっとさっきやってます、はい、ファントムシガーを時間を早めたいと思います、うんうん、それ天候、これね、夜はもうこんなに暗いんで、ええ、ちょっとやめた方がいいですね、ジャングルは。逆に見えないですよね、はい、でも夜行性の動物もいますから、はい、ほうほうほう。もちろん夜潜入することもできるんですよね、はいはい、うん、まあ敵も見えないですけどね、ということですよね、はい、現在今時間を進めて天候を回復しようとしてなんですけど、はい、あんまり進めると捕虜は死んでしまいますんで、一応捕虜救出ですからね、はい、なるほど、そうですよね、まあ、違うミッションならいいんですけど、ね、そうですね、そこを考えた方がいいです。ちょっと急がないとダメです、ね、ダク大丈夫ですか大丈夫ですかね、うん、さあ、はい、はい、雨止みましたね、はい、いい天気になりましたからね、天気になりました、はい、じゃあ先にちょっとここから先は敵の数が多いようですので、気をつけてください。はい、まあ、クエットはそこ今いますね。おうおう、あの緑のマークですね。なるほど。さあマーカーを変えて、これあの最初ここに向かおうとしてたところです、はい、はい、で、あ、ちょっと装備が重装備兵なんで、はい、重装備兵なんで、これはちょっと麻酔が効かないですね、はい、まあ暑いでしょうけどね、まあ、ちょっとでも崖際に立ってるんで、先ほどちょっとアイテムを利用したいと思います。バルーンの別の使い方を、アイテムを利用する、でこい、お、ああ、そんなわけあります？なるほど。あれ結構高等テクニックなの。そうですよね、はい、成功してよかった。あ、近くにもう一人いましたよ、はい、で、おびき寄せてます今。こいつも重装兵なので、はい、あれね、いいセンスだとかいっぱい言ってる人も今聞こえないですよ今日ね。ほうほう、このアームの能力を使ってみたいと思います。これ新しいロボットアームが回ってますね、はいはい、スタンです、スタン、ビリビリ、うん、手に電気を貯めて相手にぶつける、はい、なんで他のアームもいっぱいあります、特殊仕様の。それ早く開発したいですね、はいはい、で、あ、クワイエット、クワイエット来ました、お、来た、ほら、クワイエット来ましたよ。さあそしてちょっとまだ周りに敵残っているようなので、はい、こちらの確認もお願いします。はい、はい、あれはもしや、あそこですね、ターゲットが、おお、ターゲットが尋問されているようなので、はい、急いでクワイエットに協力して一気に倒しちゃいましょう。狙えと、クワイエットね、あの左の右のやつを狙えと、で自分はこっち、はい、おー、はい、うまくいきました。なるほど、そういうコンビネーションもできるわけですか、指示で、まあ、はいはい、じゃあ急いでターゲットの元へ向かってください、はい、ターゲットいましたね、ターゲット、生きてますかね、生きてますかね、ターゲットがいました。監督じゃないですか、ダンク、ダンク、ダンク、何自分助けてんすか、ダンクですね、また捕まっちゃいましたね、かー、無茶しやがってボス、ダン君を、あ、ターゲットを回収してくれ、はい、フルトンで回収、なるほどなるほど、はい、回収、あ、フルトン失敗、見つかった、やばいですね、後ろのスナイパーに発見されたようです、はい、
これちょっとかなりヤバい状況じゃないですか。あ、他の敵にも見つかっちゃいましたね、はい、戦闘になっちゃいました。ちょっと撃たれてますけどね、ダンク大丈夫ですか。でクワイトさんが後ろの敵を排除して協力してくれてます。あ、ほんとだ、緑のマーキングもしてくれます。はい、はい、今次々とクワイト倒してます。撃たなければクワイト撃ちます。あ、ちょっと橋を渡ってくる敵がいるんで、はい、ダンクグレードで、はい、グレードランチャーで。なるほどなるほど、橋を破壊して、はい、大丈夫ですかダンクは。はい、あ、ダン君ね、もう一人のダン君ね。もう一人のダン君だよしよし、ダン君危ないこと、はい、よし、成功しましたね、今回は。じゃあ、あとは脱出です。まあ、あの彼を助けたんで、あとは脱出ですね。ホットゾーンを離脱すると、もう見つかってしまったんで、かなり出られてますね。クワイト来た、クワイトもついてきてくれてますね。クワイトは向こうでスナイピング、はい、ジャンプ、これ大丈夫かな。ちょっと見ていきましょう、はい、さあ、そしてまあ、クワイトがマーキングしてくれる、狙ってくれると、はい、あ、重装備兵ですよ。はい、危ない、ヘッド、はい、ヘルメット、あ、またクワイトが、なるほど、はい、またクワイトがスナイピング、当たってる、当たってる、後ろにます、後ろに、危ない、当たってる、はい、クワイトが守ってくれてますんで、はい、今のうちに橋渡りましょう、はい、後ろから多分追ってきてますよ、ね、うん、あ、向こうの足からも追ってきましたね。はい、じゃあちょっとおとりを使いましょうか。これかなりヤバい状態じゃないですか。ヤバいですね、やばい状態です。マガジンチェンジ、はい、でデコイをデコイいっぱい使いましょう。はい、1、2、3、はい、はい、おしゃれ、はい、ウィッシュの術、はい、敵がまた引っ張りましたね、まあ、あれがすごいかと思ってますんで、その間に敵を、はい、倒しちゃいましょうか。クワイトも助けてくれます。はい、おー、あ、よかった、危なかった、危なかったです。危ない、はい、あ、また増えですね。あ、マーキングしてくれました。はい、まあ、あ、さあ、ウィッシュダイブして大丈夫ですかね。危ない危ない危ない、戻ってください。危ないですね。あ、ダン君どうすんの。あ、挟まれましたね、はい、ちょうど下が枯れ草なので、あれね、燃えるんで、火炎瓶を使いたいと思います。火炎瓶で、まあ、ちょっとね、そういう血のりも生かしてやれるわけですか。つや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 、血も大丈夫ですね。クワイトも売ってくれたりしますけど、はい、あっつやつやつ、あぶねあぶね、クワイトいますよ、すごい、はい、僕の、はい、じゃあこれでしばらく追ってきそうにないんで、今のうちにヘル呼んじゃいましょうか。はい、はいはい、じゃあ、行きましょう。ヘリに向かいましょう。行きましょう。あー、まだ、これ違う。これは敵のヘリですね。敵のヘリですね。ダメです、逃げてください。ダメです、ダメです。危ない、危ない、危ない。飛び込み上手いな。はい。ちょっとやばいですね。これちょっと危険だ。あと銃じゃダメだろうな。ランチャーで倒すのはい、ラバクチェンジしますけど。あ、ちょっとやばい。ちょっとやばい。じゃあ、グレードランチャーで。はい。外してますよ、ダンク。逃げてください。弾ないですよ、弾がゼロになった。弾ない。まあ、まあ、こういうね、はい、なんか予想外の出来事が。ダンクピッチですよ。予想外。危ないですよ。ダンク撃たれてます。撃たれてますか、クワイト。はい。クワイトさん。どうしますか。あ、来た。さあ。クワイト、クワイト。ここでもクワイトに協力してもらいましょうか。ちょっとね、クワイト今どこにいたんですか。ランチャーないんで。普通のグレネードを投げて、はい、クワイトに当ててもらうと。これを撃って、どういうことですか。これクワイト撃った。なるほど、そんなことありますか。まあ、クワイトなんでね、まあ、敵か味方か分かりませんけど、ね、まだ言いますね、はい、ちょっとジャングルね、はい、これヘリ、味方、敵のヘリ倒しましたんで、この辺は降りることができないんで、はい、ヘリがちょっと開けたところまで行きます。なるほど。でクワイトはこの間猛烈に走って、はい、スネークをサポートしてくれてます。ほうほう。ちょっと見えないですけど、緑のが見えてると思うんですけど、ね、ほうほうほう。移動開始します。はい、あの煙はクワイトですね。かなり浮かぶ。大丈夫かな。おお、厳しい。頑張れ、もう少し、はい、ここヘリが行きますよ、ヘリが。あ、クワイト先に、あ、ヘリ来ました、ヘリ。はい、追ってが来るんで。まだ追ってきてますね、はい、何ですか。いや、クワイトさんが狙ってくれてる間に乗り込んじゃいましょう。はい、もうクワイトさんに任せて、
まあ、なんかかっこ悪いボスとは思えない行動ですね。はい、クワイト、クワイト、クワイト、ロギーですね、頑張ってますね。置いていくんですか、クワイト。いや、まだやっぱりね、彼女はすごいんですよ、ほら。そう。あそこ戦ってますね。移動しながら。帰ってこい、帰ってこい。おい、帰ってきた。あ、はい。はあ、クワイトも乗って。帰ってきました。これで脱出。結構、腕打たれてますね。本当ですよね。まあ、ちょっと夕方なんて言ってましたけどね。いや、監督、これ正直クワイエット一人でもいいんじゃないですか。いやいや、まあ、ね、いろいろ使い方ができるんで。ほう、はい、クワイエットさん。でもクワイエットは最初から主観で見るとね、うん、もう目線が、あ、これ今主観で、まあ、そっちに行っちゃいますけども、はい、あ、今精神状態が、まあ、先か見方がわからないですよね。すごい強い。これでも監督あれじゃないですか、クワイエット最初からいたら結構楽に潜入できそうな気がしますよ。いや、あのね、クワイエットがこうなるにはかなりのことが必要なんです。やっぱりそこはあるんですね。自由潜入なんで、まあ、クワイエットに合わない人も当然いますし、合わなくても進行できる、連れてこない人もいますし、ここまで、まあ、ある程度親密度が高くないと一緒に行けない。じゃあそこもやっぱり物語が、まあ自由潜入なんで、自由潜入は自分で考えてくださいと。ちょっと今回発見されて戦闘になっちゃったんで、ランクはいいランク、タバコ吸って時間もかかってるから。メタルギアソリッド5ファントムフェインに期待してくれ。ちょっといいですね。この後も東京ゲームショー楽しんでくれよ。敵を倒しすぎました。そういうことですね。はい、はい、ということで、見ていただきました。